伝承菊とは、菊の栽培方法の一種であり、この栽培方法で栽培された菊の総称である。抑制栽培の一種で、昭和12年に愛知県と橋市で、日本で最初の伝承菊が栽培されたとされている。夜間の温室夜間の温室内部田原市のハウスの伝承菊の出荷前の様子2 0 1 8 1 2 0 9 田原市の出荷前の伝承菊の花2018.1209全国でこの伝承菊は栽培されているが田原市豊橋市を中心とした厚み半島で全国の生産量の約30%を占めているこの地域は水不足の問題があったが1968年豊川用水の完成によりほぼ解消されている2010年における 東京市場向けの菊の年間出荷量は本数では愛知県が9128万本、沖縄県が4400万本、出荷額では愛知県が67億円、沖縄県が17.6億円だった。愛知県は年間を通じて出荷しているが、陶器の暖房費を抑えることができる。沖縄県は3月と12月に集中して出荷している。 沖縄県の伝承菊の畑は県内全域で見られる。愛知県の出荷量は全国の3割を占めており、そのうち田原市は80%以上を占めている。出荷量の推移は以下の通りである。ありがとうございます。